團十郎白猿さんと一緒に楽しいひととき。12月大歌舞伎さやあて香川さんで、さやあて江戸の吉原の中野町で二人の男の刀の鞘がすれ違い玉に当たる。これをきっかけにお互いが実は今は京成かつらぎとなった元腰元の岩橋をめぐり、ライバル関係の顔見知りだと分かり、舞台上手から名古屋三段花道には不破萬左衛門が登場する。どちらも深く傘をかぶっていて顔は見えない。尾上松緑の萬左衛門は黒地の着物に雲に稲妻の模様、松本幸四郎の三打は雨に濡れつばめ。カラーの異なる伊達男二人が丹田六法と呼ばれるゆったりとした歩みで距離を詰めていく。場内の温度がぐっと上がるようなスリルと高揚感があった姿、歩みで引きつけながら歌、三味線、渡りセリフが空間を埋める。松緑の声は堂々と大々しく、幸四郎の声からは色男であろうことが伝わってくる。主役でありながら顔を隠し続けた二人がお互いの傘を外したときは、劇中の緊迫感に加えてついに顔というファン心理も相まって、長編映画のクライマックスさながらのカタルシスを覚えた。起承転結のショーで始まり、天にかかったところで別方向から拍手が起きた。一人の町人が駆け寄ってくる。茶屋の亭主照右衛門だ。偶数日は市川中車が、奇数日は市川猿之助が仲居お縁となり喧嘩を止める。三人の構図が美しかった。ついに物語が動き始めた。ところで幕。テレビドラマなら次週に続くか放送事故かという幕切れも、歌舞伎となればワクワクの余韻だけが鮮やかに残る充実の一幕だった。ご視聴ありがとうございます。これからも團十郎白猿さん、ボタンさん、新之助さんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。